51号ヤギなんですけども、こちらの方の動画でした。凶暴でベランダの手すりがということになってるんですけども、その4時間前、一番早い時間帯で見ると、まあ、こちらは5時間前なんですが、台風11号ヤギはすでに熱帯低気圧に気象庁発表ということで、ちょっと僕ももうこの状況をどう受け止めたらいいかわからないです。